はいどうもジョーです。今回はちょっと第1回男飯選手権やっていきたいと思います。ちょっともう作っていこうかね。早速ね、いきましょう。まあ今回はちょっとチャーハンということでね、品を揃えてきました。ご飯もなかったんで、どこやったっけ、セブンで買ってきました、大盛り2袋で。早速この品で作っていきたいと思います。ガチで作ります。切っていいか。うん、ちょっと洗わんの。洗うか。洗わろう。よし。あーもう結構やばい匂いが。あれいらんの？あれいらんの？うん。グラサンいらんの？ん？分かんない。ちょっと手つきが怖いです。まあいいっすよ。まあいいや。まあみじん切りにしていくからね。最初だけ力入れたらもうハム。ハムじゃない、嘘、ベーコン、厚切りジェイソン、厚切りベーコン。あのね、ちょっと待ってね、これはとりあえずこれね、切っていくわ、切っていくわ。よし、俺が切る、任せろ。3枚全部使う？マジかよ。全部もう俺いくわ。どんぐらいでいいかな、一口サイズぐらい。細すぎたかな。はい、余っちゃいだ。もうよいしょ、はいはいはい、早いよ早いよ。もう洗い洗い、切るっていう人はもう俺にはないんだから。はいはい、できた。まあ大体3秒ってとこですかね。はい、ありがとう。よし、じゃあまあ炒めていこうと思います。サクッとね、決めちゃうよ。こんな感じ。ああ、なかなかいい。よし、いこう。まずね、まず、うん、あ、落ちとるし。まず何からいく？ハム？いや、ハムじゃない、まず玉ねぎ。なんだし。オッケーオッケー、ちょっとつけるわ。電源オン。よし、ついた。火を入れていこう。僕の IH です。お父さんクックパッドが大好き。クックパッド行こうか。よし、まあここで IH ボタンを押したい。もう料理は初めて、もう怖い。でも押すよ。あ、嘘、まだ油が入ってない。ちょ、早く行こう早く行こう。よし、待て待て、油。いや、また大丈夫大丈夫。え、大丈夫？さっきベーコンじゃね、順番的にやっぱり。いや、うん、これでいい。え、ほんまに？ほんまにベーコンやろさっき。いや、もうベーコン後でいい。ほんまに？いや、普通ベーコンじゃない料理や。あ、そっか、量多いな。多い、やっぱ多いな。半玉でも十分ですね。まあ炒めなら砕いていきたいと思います。オン、油注入。やっぱ調理手順間違っとった。これでいい？うん、いいと思う。さあ来たよ。潰せ潰せ。いやいや、これダメや。捨てる、残る、残るで。ほい、はい、さようなら。これとかな、もう出せんな。周りのやつはもういらんな。皮系多くね。皮系多いな。まあ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 、まあ、一緒。初出しさ、男やん、男気男気。これとか太い。
太い、誰が切った？俺や。はい。あ、これもなんか太いぞ。誰や？俺や。違う。いや、もうええ感じだね。むしろ焦げるぐらいやで。いや、ご飯しながらちょうどじゃない？一旦止め。もう行こうや、2分くるって。ここからまたベーコン炒めながら玉ねぎ炒めれるで。行こう行こう。戻って、ちょっとチェンジします。ベーコンいきます。おお、あぽぽ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 い、危ない、落ちちゃった。まあ気にするな。おーい、初の料理めっちゃ楽しい。音がいいよな、まず。そう、やっぱ食欲そそるわ、マジで。ちょっとやっぱでかいな、ベーコン。なんか飛んだぞ。なんか飛んだぞ。まあ、気にすんな、気にすんな。あー、めっちゃいい匂い。これがビデオで伝わらんっていうのがすごく辛いよね。あー、いい感じやわ、ほんま。あ、玉ねぎの色がもういい感じっすわ、ほんま。なんか、黄金色。うん、黄金ちゃん。僕の彼女。あ、マジで。うん、ありがとう。嘘だけど。よしよしよし。あー、ええ色。ちょっとアップでいこう、アップで。アップ。もうこのちょっと焦げた感じの色、ちょうどいいね。あー、これ見た目美味しそうやわ。やばいわ、ほんま。ご飯いっちゃう？やばい、玉ねぎ踏んだ。いっちゃう？山田や。ちょっと集めよう。いっちゃおう、うん。そこでまあご飯投入。ちょっと待って。待っちゃって。いきます。あっ。佐藤の大盛りご飯。開封動画。嘘。開封動画。あー、なんかね、お酒の匂い。はい。はい。で、多いな。多くないこれ。多いな、これ。これさ、店さ、180円とか買い取ったくせにさ、店員が正解やったわ、やっぱりあれ。250円やったからね、一つ。あの店は詐欺だと思うよ、セブンイレブン。火つけた方がいいんじゃん。そう、あ、ほんまや、マスト。え、これ1個でいけるくね？いけるな。うん、2個いらねえわ。ちょっと変更しますわ。しますわ、最近多いな。すみません、使います。どんぐらい？俺、まあ、一周一周一周。え？一周一周ってどういうことよ？こう。いや、全然少ない。え、もっと？いや、もっとやで。ほんまにやん。そらそうや。やばいって、めっちゃ辛いって。うん、一周するんやけど。まあ、激辛やろ、それ。やばい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 。やばいって、やばいって。やばいって、やばいって。やばいやばいやばい。マジでこんなもん。うそや、うそや、うそや、うそや。こんなもん。え、多すぎやろ。ほんまにこんなもん。怖い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 。これで、塩コショウ。え、まだ入れるの？まだ入れる。ちょっとね。激辛好きやな。激辛料理。激辛っていうかね。よし。まあ、匂いつけ。え、これやばいって絶対。嘘やろ。ほんま。ほんまによ。ほんまによ。激辛好きやな。え、まあ、あとは炒めるだけやね。はいはいはい。まあ、ざっとね、行きましょう。炒めるも下手くそやな。まあ、まず持ち方が違うね、多分。こう？うん、そんなもんね。なるほどね。あー、いいわ、ほんま。コーンペーストもうちょっと入れた方がいいんじゃん。やばいって、それ絶対激辛やろ。なんかもう色が白ってやね。白くて結構真っ白白すけ。あー、ほんまいい香り。あー、いいわ、めっちゃいいわ。おー、長い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 。ここはもうね、炒めるだけの作業やから。あっつぅ、えぇ、ー、あっつぅ。よし、あ、いい色してきた。いい色してきたばっかりしようなのね。誰か来た？来ます？はい。よっしゃ、できたよ。盛り付けよう。
まだ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 必要やね。まだ行く？やばいやろもう。まだコンピュータがもうちょっといるかも。いや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 、もう辛いって絶対。もうちょっとスターバイトも。あと一滴、一滴ぐらい。まだ？辛いって絶対。これ。どんぐらい？むしろこんぐらいでいいと思うけど。こんぐらいかな。よし、できたわ。やっぱ米の量多かったね。やばい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 。盛り付けよう。くそや。量多いな。なあ、ほんま多いな。砂糖の切り餅舐めとったわ。うわやばいやばいやばい、熱っ。うわやば、めっちゃある。よっしゃ、食そう。野菜用だった。なかなか美味しそうやな。玉ねぎでかいけど。いや、まあ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 、座りましょうや。座るか、とりあえずね。うおー、やばい。玉ねぎの宝庫や。うーえい。はい。おお、男料理なかなかいいわ。なかなかの出来やん。うん、出来栄えはいいんやって。また味やな、味。そう、味問題は絶対辛いだろ、まあ、これ。ちょっと食ってみ。俺が？うん、まあ一口食ってみ。待て待て。ああ、うまいですわ。うまい。うん、うまい。いや、もうそっちの問題じゃなくて、まあチャーハンやね。俺猫舌で？猫舌？猫舌やけど食うよ。ちょっと待って。ご飯落ちたし。うまい。いや、ほんまやで。ほんまにうまいこれ。うまいよ。俺この味好きなんやけど。嘘。あんぐらい正解やった、コンピュースト。やっぱりやろ。うん、正解。うまい、めっちゃうまい、やばい。え、ハマる、やばい、うまいわ。なんかベーコンの弾力といい、玉ねぎのシャキシャキ感といい、うまいね。グルメリポーターありがとう。あっ、熱い、お熱い、おう、うん、うまい。グミ、こっち食った。うん、この子潔癖症かもしれん。あ、いった。ちょっと感想だけ聞こう、感想だけ。いかがなもんかな。あ、うまいな、これ。やろ、これはうまいわ。お茶、お茶、お茶か。あ、充電か、充電がやばい。合うわ。まあ、ということで今回ちょっと試食だったんですけど、まあ、こちらの男飯第1回選手権成功です。まあ、今回もご視聴ありがとうございました。